はい、こんにちは、カボーです。今日はね、那須に来てます。久しぶりの那須。ちょっと天気はね、あまり良くないんですけど、まあリハビリ登山をやっていきたいと思います。お邪魔します。おお、朝日だ。しかし暑いな、今日半端ないな。はい、7時27分、中野茶屋跡ですね。はい、こっちからチャンス。でこれが剣神でね、でちょこっと飛び出た岩が恵比寿大黒岩で、これが朝日ですね。あ、こんにちは。あれ見えますかね、遠くに。あれが峰の茶屋と避難小屋って言うんですけど、あそこからね、こうずっとこう谷が来てますよね。これいわゆるね、爆風の通り道です。那須はね、あの分水嶺に位置してまして、気象の変化が激しいんですね。ただね、ほんの1分でこの谷も真っ白になっちゃうことがあります。ほらね、あっという間に晴れた。今日は久しぶりに朝日でも行こうかな。はい、ここはね、非常に歩きづらいところでね、あの強風の時はね、ほんと注意しないと転んで怪我しますんで。はい、8時3分、ここはね、峰の茶屋と避難小屋ですね。あ、茶臼の方にね、ガスが上がってったな。いつもね、あの辺に噴煙が出てるんですけど、ちょっと確認できないね。はい、峰の茶屋避難小屋を出てね、あの剣ヶ峰をトラバースして朝日岳に向かいます。はい、ここはね、崖は崖なんだけど、ここ見えますかね。今ね、ズームアップしますから、避難小屋が見えるでしょ。あれがね、那須岳避難小屋っつって、まあここをね、ガーッと降りていかなくちゃいけないんだけど、あの避難小屋がね、那須の強風でね、1メーターか2メーターぐーってずれちゃったんですよ。
この剣ヶ峰とこの峰の茶屋との避難小屋、この間のね、この辺りがね一番風強いと思います。以前来た時ね、僕の目の前のね、まあ当時だけどね、おばちゃんがね1メーターぐらいスッて風ずれたもんね。今日はね、信じられないぐらい風がないのよ。まあそよ風、天気が変わりやすいところなんでね、まあ、この後わかんないですけど、今ね信じられないぐらい霧が峰してますね。そう、あれが恵比寿大黒岩、でかいでしょ。俺がね、子供の頃ね、あと別の形だったんだけど、崩落であんなになっちゃって、はい、見えますかね、こっからね、あんな感じでぐーっと、この斜面を登ってきます。よし、さて行こうか。はい、鎖場を抜けてね、ここの斜面を一気に登り切ると朝日の肩ですね。朝日の方ですね。朝日だけ。うわ、頂上だいぶ人がいるね。
の岩場ね、越えれば朝日の山頂ですね。あら、ガスが動いてきた。あのね、こっち側巻いていきましょう。いや、来た。はい、朝日山頂です。うわ、真っ白。本来ならこっち茶臼が見えてるんだけど、次はね、向こう行きますね。ここ熊味噌根があって、東の端からあそこですね、 1900m 方行って、でそこから一気に清水平に降りて、で三本槍に向かいます。はい、あ、そうですこんにちは。肩から降りたらチャウスがね見えるようになりました、まあ、降りると晴れるというね、もうそんなのの繰り返しだよね、登山っていうのは。人生と一緒。いや、はい、あ、ここはね、なんかナスの重曹以来だね。はい、ちょっとね、ガスっちゃいましたけど、このポイントは熊味噌根の東端、東の端って言いましたね。はい、ここもね、まあ立派な山頂です。じゃあ次にね、1900m 方向かいます。はい、着きました。ここが 1900m 方ですね。俺4回目か5回目。じゃあ 1900m 方をね、ここから降りるんですけど、見えますかね、これ平らになってるんですね。これね、清水平って言います。いわゆるね、湿地帯ですね、あの尾瀬みたいなところ。あ、これちゃんとね、土で埋まってるけど、以前この土が流れちゃったんで、すごかった。この木の杭だけがね、浮いちゃってね。これね、雨降るとね、ほんと最悪なんですよ、この道は。はい、あれがね、1900m 方ですね。ついさっきまでね、あそこのてっぺんにいたんだけど、斜面降りてきて、今木道を伝って、はい、清水平にいます。いや、今日の目的地がね、あそこですね、三本槍。あの槍は槍でもね、槍ヶ岳みたいにガッと尖ってるわけじゃないんで、まあ、いろんな言われがあるんですけど、まあ、あの三本槍に向かってきます。はい、はい、ここも懐かしの、北温泉分岐だね。はい、はい、分岐でね、ちょっと休憩した後、
今三本槍に向かってます。急に真っ白になっちゃったね。はい、ここはね熊がでっかり嫌なんだよな。あ、人間だ。ここはね大雨の後はもう半端じゃないんですよ。もう水路を歩いてるような感じだね。これでもね今日はマシな方。3本より2個だな、計算すると。はい、来ました。カチカチ。凍ってる。しっかりご飯食ったんで戻りましょう。今日はね晴れたり曇ったりがすごいな、激しいな。もう10回や20回じゃないよこの天気の、激しい切り替えがありますね。ちょうど20分ぐらい前まであそこに見える三本槍のてっぺんにいました。まあ帰りはねここ清水平まで降りてきて目の前の 1900m 方上り返して朝日の方から降りるんですけど、僕のマイルールで午後の1時、あの13時ですね、13時を超えて登山はしないと決めてますんで、まあ多分峰の茶屋まで行った時点でもう午後の1時になっちゃうと思うんで、まあ今日はそのまま下山したいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。カパパでした。お邪魔しました。